兄様って呼ばれてるんだ。へえ。そうだね。別にいいんだけどね。
たの？どうせエッチなサイトとか見てたんでしょ。それ絶対危ないやつだよ。消しといた方がいいよ。申し訳ありません。私はリースと申します。はい、リースです。何を隠そう、私は天界のエンジェルリング社で働くエリート天使なのです。エンジェルリング社は悪魔退治を請け負う天使たちの会社、そしてお客様は悪魔と戦う勇者として選ばれました。これはとっても名誉なことなんですよ。おめでとうございます。百聞は一見にしかずです。悪魔に取り憑かれた女の子たちはすぐそこまで来ています。あなたのフェロモンショットで昇天させちゃってください。フェロモンショットの準備はいいですか？前にいますです。気配です。
悪魔を退治した気分は。実はですね、この学校は悪魔に狙われているのです。悪魔は女の子たちに取り付き、操ることで学校を混乱に陥れようとしています。このままでは学校が、いえ、いずれは世界が大変なことに。 戦いと魔界の協定で天使と悪魔が人間界で直接争うことは固く禁じられているのです。だからそのフェロモンゴーグルを扱う勇者としてお客様が選ばれたというわけです。はい、悪魔を見たりフェロモンショットを打てたのもそのゴーグルの力。今私の姿が見えているのもゴーグルの力というわけですね。 作用として女の子にモテモテになったりもしますが、まあこれは役得ですね。とりあえず今日のところは悪魔の気配は消えましたので、お疲れでしょうし、ご自宅にお帰りになられては。
明日からの戦いに備えてしっかりと英気を養うのも勇者たる者の務めですから。ここがお客様の部屋。男の子の部屋って初めて入ったかも。はい、お客様のサポートは私の務めですから。兄様、帰ってきたのか。おや、窓の方から何やら声が。兄様ってお客様のことですか。やっほー兄様、おかえり。あ、それってもしかして VR ゲームのゴーグル。すごいすごい、それ買ったのか。どんなゲームがあるんだ。私にも遊ばせて。いいだろう。こだわりのフィット感に天使の羽のような軽さ。フェロモンゴーグルはエンジェルリング社自慢の神聖なる新製品なんですよ。兄様、何今の女の声。え、私の声はゴーグルをつけていない人間には聞こえないはず。バッチリ聞こえてるよ。誰あんた。はじめまして、お隣様。変な呼び方はやめろ。私はチル、近藤チル。ではチル様、私は天使のリースと申します。天使、うさんくさ。兄様に何の用。はい、この度こちらのお客様は悪魔と戦う勇者として選ばれたのです。勇者って。兄様、それ絶対詐欺だよ。兄様は納得してるのか。どうした、黙り込んで。そんな、お客様がやらないと世界が和尚ですから、助けてください。兄様がいいなら私は何も言わないけど、本当気をつけてね。ジル様、ゴーグルのモテオーラも効いていないようでしたね。あ、モテオーラというのはゴーグル装着者がまたフェロモンのオーラのことです。本当なら悪魔付きの女の子だけを引き寄せる機能にしたかったそうですが、うまくいかなかったようです。個人差で効かない人間もいるとは聞いていましたが、こんなにも早く現れるなんて。あれ、言ってませんでしたっけ。こちらをご覧ください。この日までに悪魔撃退ノルマを達成しないと、そのゴーグルは外れないようになってます。ノルマ達成のため期限まで頑張りましょうね、お客様。今日は大変でしたね。呼んだか。何事にもファイヨーです。体感型とかのゲーセンの大型筐体って夢があるよな。家庭用ゲームとはまた違った夢とかロマンがあのボディの中に詰まっている。まあ私ゲーセン行かないから実際に触ったことはないんだけど。明日もいっぱい頑張るです。そんじゃまたな。
ます。書類溜まってるかな。何事にもファイオーです。何事にもファイオーです。ノルマ達成のため力を合わせて頑張りましょうね。ノルマ達成のため力を合わせて頑張りましょうね。また明日です。おはようございます。はいかがいたします。本日はいかがいたします。それでは参りましょう。おはようございます、お客様。素晴らしい悪魔退治日和ですね。悪魔の反応があったのはこの辺りです。悪魔撃退ポイントをたくさん稼いでいきましょう。お客様のご検討期待してますね。右手注意です。気をつけてください。見つけたぞ。国の風には負けねえぜ。やりましたね。
What?
します。気をつけてください。どうです？このくらいで十分でしょう。初日から働きすぎるのはよくありません。展開の労働基準監督署に怒られちゃいますし、頑張っても残業代は出ませんし、ペースを守って健やかに働きましょう。で、別に労働基準監督署が怖いわけじゃないですよ。話してるとたまに「ん?」ってなるんだけど、あなたって男子のことは視界に入ってない節あるよね。それどころかこの学校を女子校だと思ってる節すらあるよね。本日はいかがいたします？それでは参りましょう。
お客様、この辺りから強い悪魔の気配が。キキキキ、それはクロナのことですか？その声は上です。見上げてみるです。ミニクロナが減っていると思ったら、お前らが邪魔していたのですね。あなたがいたずらを仕掛けている悪魔学校の生徒さんですね。そういうお前がクロナを邪魔しているダメ天使とアホ人間のコンビですか？これはエンジェルリング社の正式なお仕事なんです。別に邪魔をしたいわけじゃありません。社畜は大変ですね。せいぜい頑張るです。まあどうせ無駄ですけど。そんじゃバイビーです。悪魔さん行っちゃいました。やりましょう、明日のために。左に注意してください。
しい。前にいますです。左に注意してください。
注意してください。これでミニコロナでしたっけ。ちっちゃい悪魔さんの気配はなくなったみたいですね。お前らよくもやってくれたのです。その声は上です。上、もう一回上を見るです。さっきの悪魔さん、お前らどうしてクロナの邪魔するですか。だから邪魔してるんじゃなくってお仕事なんですってば。やれやれ、社会人のくせにああ言えばこういうやつです。あなたこそこんなにはちゃめちゃにしちゃって、魔界からやりすぎって怒られても知りませんよ。グルグルグル、むしました。社会人としてお恥ずかしい、反省です。ヒヒヒヒヒ、バーカバーカです。ともかくこれでも食らうです。ディストロイ。ヒヒヒヒヒ、ノルマの天使は地べたがお似合いですね。ちょっぴりだけど胸がスーッとしたです。これに懲りたらクロナの邪魔をするんじゃないですよ。ひどいです。はい。あれ、ないないないです。どこにもありません。カードキーが、展開へ戻るためのカードキーがなくなってます。あれがないと展開へ帰れないのに。お願いです、お客様。カードキーが見つかるまでの間私を止めてもらえませんか。ありがとうございます。お客様は神様です。あ、いえ、それだと本物の神様に怒られちゃいますから。マスター。そう、マスターです。今日からあなた様のことを感謝を込めてマスターと呼ばせていただきますです。はい、マスター。カードキーが見つかるまでの間よろしくお願いします。今日は大変でしたね。そっかな。
呼んだか。お菓子くれるのか。人やしもほどほどにしておけよ、兄様。騙されても知らんからな。じゃあな、兄様。マスター、エンジェルリング社から荷物が届いてましたよ。そこの箱を開けてみてください。どうやらマスターのお客様ランクが上がったので、その活躍を評してエンジェルリング社が粗品を送ってくれたみたいですね。これからもたくさん悪魔を撃退してお客様ランクが上がれば、こういった粗品がもらえちゃうかもしれません。ご褒美があるとなんだかちょっとやる気が湧いてきませんか。案外人間界の方がのんびりできているのかもしれませんね。明日もいっぱい頑張るです。ゴーグル越しでも視線マスターを見ていると、私も学生時代を思い出しますね。あの頃は良かったな。って、ダメダメ、はい、ようです。私この家結構好きです。おやすみなさい。バンバン依頼こなしていきましょうね。はいかがいたします。やるが